今週は9月24日から30日までの話題を4つお届けします。まずはこちら、9月24日サンパウロ荒川で開かれた荒川コミュニティカレッジ選択公開講座の話題をお伝えします。この講座は荒川コミュニティカレッジの受講生や修了生、またこれから地域活動をしたいと考えている区民などに向け、必修講座では学びきれないプラスアルファの講座として開かれたものです。講師は株式会社ヘラルボニーの松田孝也さんです。ヘラルボニーは福祉を軸に社会の課題を解決するためのさまざまな試みを行っています。毎週になるキャンプとか割とそういうのが当たり前の中でできたというところがあって、講座では松田さんが会社を設立した経緯や福祉を起点にした新たな文化の創造などについて語りました。この選択公開講座の模様は荒川情報スクエアで詳しくお伝えします。荒川コミュニティカレッジではさまざまな分野の講座を開いています。中でも今回の福祉をテーマにした講座は受講生の関心がとても高いということです。続いて3つの話題をまとめてお伝えします。9月26日荒川区役所でウォーキング指導員養成講習会が開かれました。荒川区では子どもから高齢者まで誰もが気軽に取り組めるスポーツとしてウォーキングの普及に取り組んでいます。この講習会は受講された方が正しい知識や技術を地域に伝えて区のウォーキング普及の核になってもらうことを目的に毎年開催しています。講習会は3日間のカリキュラムで行われ、全日程を終了すると日本ウォーキング協会の公認資格である公認ウォーキング指導員の資格登録が認められます。2日目のこの日、心拍計の測定法の講義を受けた後、心拍計を装着して実際に区内を歩行しました。指導員はグループの先頭や最後尾を歩きます。実技では10人ずつ2つのグループに分かれ、信号のある横断歩道の渡り方や安全確認など誘導方法を学びながら歩きました。また自分の歩幅を測定したり、1日目で学んだ地図の読み方を確認しながらおよそ5キロの行程を歩きました。3日間20時間のカリキュラムを終了した皆さんは、今後区で開催するウォーキングイベントなどでの活躍が期待されます。9月29日荒川遊園運動場でグラウンドゴルフ大会が行われました。これは荒川区高年者クラブ連合会の主催で毎年開かれているもので、区内の高年者クラブから31チームが参加し開催されました。例年はですね、1チーム2試合で午前午後と分かれてやってるんですけども、今年は密を避けるために1試合ということで、開催しました。もう朝からですね、皆さん笑顔で、しばらく見て会えたっていうのを喜びがですね顔に出てたの、非常に嬉しく思ってます。でプレーもですね、成績には関係なくプレーするっていうことを自身、みんな喜んでいくと思います。
大会は1チーム6人で15メートルから50メートルまである9つのコースを回ります。順位はホールポストにホールインするまでの打数をチーム全体で合計して競います。一番短いところでホールインワン出ました。ですね、やはりたまには外でこのようにですね、運動することは我々高齢者にとってはいいことだと思います。これからもぜひ、引き続き、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。なお大会の結果はご覧の通りです。9月30日都電荒川線の荒川電車営業所で都電ハロウィン号の飾り付けが行われました。これは区と東京都交通局が共同して行っているもので、施設に合わせた装飾を車両に施し、都電荒川線とその沿線の魅力を PR しています。今月1日から運行がスタートしている都電ハロウィン号は、昭和初期の東京市電をイメージした青くレトロなデザインが特徴の902号の車両を使用しています。飾り付けを担当した都立荒川商業高等学校の生徒はポスターやヘッドマークのデザインも手掛けています。まあ、コロナの影響でできるかどうか心配だったんですけれども、まあ、こうやって生徒の作品がですね展示することができて本当に嬉しく思っています。ぜひ生徒たちはすごく一生懸命作ったので見てもらえたらいいなというふうに思います。この都電ハロウィン号は今月31日まで運行しています。運行状況はパソコンやスマートフォンから確認できます。今週は4つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。